避難所での新型コロナウイルスの感染を防ぐ全国でも珍しい調査です。最先端の技術を使うことで避難所の中でウイルスがたまりやすい場所が明らかになりました。御殿場市の体育館です。調査は先月御殿場市と地元企業が連携して行いました。でこれが、360度の映像のカメラです。でこれが、レーザーで2つついてます。このレーザーは、3次元情報を、作っていくためのデータになります。建物の構造を立体的に計測できるレーザーを使い避難所の3次元のデータを作りました。従来の平面図とは違い3次元にすることで空調の位置や向きを正確に把握して空気の流れを調べました。気流がどう動いているかというところでコロナが感染しやすい場所がどこにあるのか、埃がたまりやすいところどこなのかというところを知ることで対策にもなると思うんですけど、ウイルスがどこに潜みそうかとかですね、そういうリスクをこれから検討していく必要があると思いまして。こんにちは、今日よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。調査を手掛けたのは御殿場市の会社です。普段はレーザーやドローンを使い建物や森林などの計測分析をして安全を保つための提案をしています。今回体育館の3次元のデータから気流を解析しました。ダクトから空気が流れ出ているところを、シミュレーションしています。これ水色のポツポツが空気の流れ、そうですね、流れになっています。この中心に部分は、気流がすごいしっかりできているんですが、この隅の部分はなかなか、気流がないような場所になります。シミュレーションで分かった気流のないところではウイルスもたまりやすくなります。天井にある配管から中央に向かって空気が流れるため1階の四隅では空気が滞っていることが分かりました。調査結果をおととい御殿場市に報告しました。はい、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。3次元データの解析で分かった対策の必要な場所を説明します。ここの隅の手前のところとかはほとんど気流の動きがありません。ということは、そこに溜まるというよりそこで溜まっ汚染物の濃度があったとしたらそれが薄まるとかそういうことにはならない今状態になっているっていうのが現状。3次元データにより避難所での適切な人や物の配置も分かります。このデータ上にですね、いわゆる人がね、避難してきた人のパーテーションみたいなのを区切ったものを設置した場合の気流の流れとかっていうのも検査はできるんでしょうか。なるほど、なるほど。そうですね、やはり視覚的にですね見えるっていうことがその今までイメージでなんとなくこうだろうっていうのを実証できてると言いますかですね、アフターコロナの時代でですね避難所の在り方っていうのを、もう一回最初からね見直す材料になると思います。調査結果をもとに現場を検証します。先ほど見た、シミュレーションをもとにちょっと説明させていただくと、この辺りが、温度的には熱くなって、気流の、停滞しているところっていうところでは、避難所ではプライバシーの観点などから隅に人が集まる傾向がありますが、この体育館では隅は気流が停滞しています。夏とか、扉を開けれたりする時であれば、あそこに外側の扉があって、あっち側にもあるじゃないですか。そうですね、ここは通り道がありますね。だからここから落ちてきてここの横に気流で出すっていうことも多分対策としては
はい、考えられるのかな。対策としては天井の排気管に向けて空気を流すだけではなく、扇風機などで1階の入り口に流す方が効率的に換気できることが分かりました。今回のデータをもとに、まあ、改善すべき場所っていうのを、管理者とか、まあ、行政関係の皆さんが検討して、でいち早く受け入れができるような、まあ、施設と言えるような、ものになっていけばな。最先端の技術が避難所の運営の在り方を変えるのか、御殿場市では今後公民館や学校なども調査する方針です。